どうも、田中でございます。アメコミレビュー。今日紹介するアメコミはバットマンエンドゲーム。バットマン VS ジョーカー屈指の名作と言って過言ではない素晴らしい作品でございました。こちらバットマンエンドゲームはバットマンの話ではなくジョーカーの話。ジョーカーそんなに出てこないのにずっと中心にジョーカーがいるんですよ。そこがこのニュー52号に出てきたジョーカーの特徴であるっていうところなんですね。この前のアメコミレビューでジョーカーアンソロジーっていうのをお見せしました。そこで僕はジョーカーっていうのはインパクトであると、うまくまとまった話をジョーカーでやられても面白いけどジョーカーを出す意味をあまり感じないという話してたんですね。だからジョーカーアンソロジーにはぶっ飛んだ設定の話がよくあるとか、時代を象徴する話があるとか、バットマンとジョーカーは表裏一体であるっていう発想が発明されて、そしてまた新たないろんな設定も発明され上書きされていくというね、こういう風な話をしてたと思います。その一番最先端のジョーカーって一体何なのかっていうところなんですけども、ジョーカーはこのゴッサムシティそのものであったという風な話なんですよ。それは一体どういうことなのかということで、またページを見せながらご説明していこうかなと思います。このバットマンエンドゲームどんな話なのかというと、バットマンが所属するジャスティスリーグのメンバーがジョーカーに操られてバットマンを襲ってくると、これが話の発端なんですね。もともとこのニュー52号のジョーカーは失われた絆のシリーズで一旦いなくなってたんですけども、またこのゴッサムシティに帰ってきたんですね。でそのジョーカーとバットマンが戦うにあたってジョーカーほとんど出てこないんですよ。本編に出てこないから、そのサイドストーリーでジョーカーはどんな動きをしていたのかというのをこのエンドゲーム一冊を読むとわかるんですけども、そのサイドストーリー、要はこのエンドゲームのクロスオーバー回とかを全部入れていくわけなんですけども、それを読んでわかるのはジョーカーっていうのは遥か以前からいるような存在だ、つまりジョーカーは人ではないと。妖精や悪魔は幽霊のような存在であり、昔からの言い伝えの話にまで出てくると。これはこのニュー52号でずっととグレップカプロとスコットスナイダーが描いていたゴッサムシティという部分にフォーカスを当ててるわけですね。今までのバットマンシリーズもゴッサムシティで何かが起こるってことはあったんですけども、そんなレベルじゃないぐらいゴッサムシティっていうものを描こうとしていたのがこのニュー52のバットマンシリーズなんですよ。それはこの前のストーリーのゼロイヤーでも言われたんですけども、もうとにかくこの街がえらいことになると、街自体がキャラクターとして描こうとされているという風なところに解釈を持ってきて話を作っているっていうのがよくわかる。そしてこのエンドゲームでその街自体が実はジョーカーの街であるという風な流れになっていく。ゴッサムシティが犯罪のマシでずっとあり続けるのは、イースターに残る悪魔や幽霊の象徴であるジョーカーがゴッサムシティの呪縛であるという風なね、そういった流れになってくるわけですよ。つまりジョーカーを倒すっていうのは成仏させなければいけないと。倒すんじゃない、捕まえるんじゃないと。成仏させてこそこのゴッサムシティは救われるのである。そういう風な解釈ができるのが、こちらのエンドゲームというところですね。これをまず頭に入れてもらいたいです。それではいかにジョーカーが神出鬼没で謎めいた存在であり、そしてゴッサムシティとイコールのような存在になっているのかというのを今からまずページを見せながらご説明していこうかなと思います。とある秘密を知った男が自分の家にジョーカーが来たであろうダイイングメッセージが残されているのに気づくんですね。この後実際ジョーカーが何度も何度もこの男の前に現れてはプレッシャーをかけていく。そしてこの男は最終的に囚人となって収監されるというこういう流れになっていきます。これがサイドストーリーながらこの話を一番冒頭シーンにあるんですね。次にバットマンエンドゲームの本編ですね。ダイアナ、フラッシュ、アクアマン、そして一番下にスーパーマン、この4人とバットマンは戦っているという構図になってます。
で、この右のページ見てもらうと、スーパーマンの顔がまるでジョーカーのような顔になってくる。ジョーカーに操られる、ジョーカーに殺されるキャラクターは必ず、このジョーカーと同じ笑みを浮かべる。というね、こういう風な設定がありますので、ここでもそれをうまく使ってますよね。でも普通のバットマンじゃこの4人に対応できないよということで、バットマン、こんなアーマードスーツ作ってたんですね。このアーマードスーツの考え方好きですよ。ハルクバスターのアイアンマンみたいな感じすごく好きですね。ところが、そのスーツを使ってもね、スーパーマンには勝てない。このスーツごとボコボコにするんですね。そして自分が出した血ヘドで、まるでジョーカーの唇のように真っ赤っかになっていくと。かっこいいですし、見せるシーンだなぁと思いましたね。次にね、ジュニュー52頃のジョーカーは一体どんな顔だったのかというのをおさらいするようなね、話があるんですね。この真ん中の中段にいる、人の顔の皮を自分の顔にへばりつけている男。それがジョーカーである。これが元々のジョーカーだったんですね。顔なし男のような存在が元々の設定だったんですよ。ニュー52頃のジョーカーっていうのは今まで以上に危機開会、一体どういう存在なのかよくわかんないぐらい怖いやつ。前までのクレイジー野郎に収まらないんですよ。ビジュアルも変わったし、行動する理念や、そしてバットマンたちに入り込んでくる間合いもむちゃくちゃ近いんですよ。ここまで近づいたジョーカーは今までなかったんですね。バットマンに興味があるのがジョーカーであったのに対して、今回のジョーカーは街全体がジョーカーなので、バットマンを街を使って追い込む。この顔のジョーカーが失われた絆の時に出てきたジョーカーであるっていうのをね、頭に入れていただけたらなと思います。次にジョーカーの洗脳が始まっていくというサイドストーリーが入ってきます。ジョーカーはこの街でいろんなところで自分の発想考え方を話しつつ、毒ガスなどの匂いを嗅がせて、みんなジョーカー化していくという伏線を張っていくんですね。ジョーカーの毒ガスを吸った人間はジョーカー信者になっていく。彼はみんなを救うわというこの一言が、追い詰められている自分たちがジョーカーによって救われたという風な構図にすり替えていってるわけですね。もともとジョーカーによって追い詰められてたはずなのに、それがジョーカーによって救われたことによってジョーカーのおかげで助かったとね、勘違いさせるように持っていってるっていう、こういう風な悪魔じめた話になっていくわけです。そんなジョーカーが本編で顔を出した時どんな顔だったのかというと、こんな顔してるんですね。この顔を見た時にほとんどブルースウェインだなと思いました。ただ佇まいはジョーカーなんですね。ここがね、バットマンとジョーカーは表裏一体であるというこの発想をちゃんと埋め込んでいる、ビジュアルで見せているっていうところが面白いんですよ。今までビジュアルでバットマンとジョーカーがそっくりであるっていうことを見せたことはなかったんですね。でも今回結構ね、バットマンとジョーカー顔似てるなーというのは僕の印象であります。で、ここで注目すべきは、ベッドの下から出てくるジョーカーに対して、その目の前にいるのはゴードンデカなんですよ。これゴードンデカの家で行われてるんですね。そしてこのゴードンデカがついにジョーカーにとどめを刺すと。やったぞっていうことで涙を流しながらバットマンに連絡入れるんですね。そしたらそのゴードンの後ろから死んだはずのジョーカーが蘇るというね。このようにこのエンドゲームのジョーカーは死なないんですよ。何回殺されても何度でも蘇るというね、そういうすごい設定が入ってくる。それはなぜなのか。それは最後まで読むとわかるんですよ。で、このエンドゲームの中のサイドストーリーの一アーティストでこの人出てくんだと思ってびっくりしたんですけども、サム・ケイスがこちらを描いてたんですね。もうこのサム・ケイスのジョーカー特徴的でしょ。これすごい好きでしたね。バットマンのこの顔の濃さとジョーカーの濃さ。このね、サム・ケイスのアートが拝めただけでもね、ちょっとびっくりしました。それで本編のサイドストーリーとしてのね、話また戻っていくと、ジョーカーは昔話のような存在であるっていうのはこういうところでわかるわけですね。顔から剥ぎ出した皮に語りかけるジョークで笑い、剥ぎちぎられた手足を使い曲芸に微笑み、血肉で作ったバグパイプから流れる曲に合わせて歌うと。身の毛もよだつ出し物よ。招かれた客の反応が悪ければ、次の興行を手伝ってもらう逃げ道はない。監視はただ笑い、微笑み、歌うだけ。やがて満足するとお辞儀をして荷物をまとめて旅立つ。次の監視を求めて。これはクロスオーバーのゴッサムアカデミーの話で出てくるんですけども、これね、この、ジョーカーという話が、このニュー52後のゴッサムシティ、どういう風な存在として扱われているのかっていうのが、リンクする部分だと思います。ジョーカーという大役は、このゴッサムシティそのものであり、ゴッサムシティが生まれた時からもうジョーカーという悪は存在するんだというね、こういう風な見せ方をしているというところです。そしてバットマンはこのジョーカーという存在がどういう存在なのかというのをフクロウの法廷の方に聞きに行きます。そこでジョーカーがまた現れて最終決戦が始まっていくというところですね。未だかつてないほどジョーカーがバットマン、ブルース・ウェイン宅に侵入していくという話なんですけども、ここのね、
ブルース・ウェインの秘密基地に入り込んだジョーカーのこの背中とかこの顔ね、僕すっごいブルース・ウェインっぽいんですけどね。そしてそこでバットマンの秘密を完全に暴き、そしてバットマンをもう一度おびき寄せて、その時にパーティーを始めるんですね。このティラノサウルスと目の前にあるバギー、ここら辺はバットマンの秘密基地、バットケイブのところから盗み出してきたものなんですね。それでこのパレードを始めているわけですよ。このシーンすごくインパクトあるんですよ。これを見た時に、うわぁ、コンサトシが存命だったらアニメ化してほしいなと思う話だなと思いました。コンサトシが書いたら映える話だなっていうのを、この最後の大々的なパレードで思いましたね。そしてバットマンは、針の穴を通すような希望を突き抜けて、どうにか、そのジョーカーの不死身というものを見つけ出すんですよ。で、そこでジョーカーとの本当の最終決戦、超絶バトルが始まるんですね。ジョーカーがここまで、肉弾戦をしてバットマンと肉薄するっていうのはむちゃくちゃ久しぶりに見るんじゃないでしょうか。あまりジョーカーが腕っぷし強いってイメージがないんですけども、このニュー52後のエンドゲームに出てくるジョーカーは非常に腕っぷしも強くバットマンを圧倒していきます。そして最後の最後、バットマンとジョーカーがお互いに瓦礫の下敷きになっていくんですね。ここでの締めの言葉は、私はもうしばらく一緒にいるよ、友と共に、というこの一言で終わっていくんですよ。これね、なかなか深い言葉であります。これは、ジョーカーというものがゴッサムシティの呪縛であるならば、そのゴッサムシティの守護者でもあるバットマンは、このゴッサムシティとは友人でもある、という話なんですよ。これ、街基準で見るからこういう風な解釈になるんですね。ジョーカーだけの解釈であれば、バットマンとジョーカーは表裏一体である、っていう話で終わるんですけども、そうではなく、この街自体がこの街自体がジョーカーであるという解釈のもと考えると、そういう風な発想になってくるというところでございます。はい、ということで、これがバットマンエンドゲームの、僕が面白かったなと思う設定であり、そして新たなジョーカーの見せ方であるということをね、お話ししたいなと思います。今まではジョーカー個人であったものが、ジョーカーとゴッサムシティが合体している状態で見せていくからこそ、今までのジョーカーファンは、なんか違和感感じるなと思うわけです。僕はそういうの考えず、この設定だとか、この新しい発想は非常に面白く、そしてエンドゲームは大々的にちゃんと終わっていたなと思います。ただ、ここからどうやってバットマン復活するんだろうというところも僕はすごく見たいです。ショープロさん、ぜひともデッドプールやホークアイを完結させたように、このニュー52のバットマンシリーズも、ぜひとも完結させてほしいなと田中は思います。はい、ということで、こちらのバットマンエンドゲーム、田中の点数は、ブルーバン、80点という点数にね、恥じない内容だと思います。どうしてもニュー52の話を一通り読んでないと、なぜこんなジョーカーなのかというのがいまいちわからない部分はあるものの、ジョーカーのインパクトとしては、十二分にいいインパクトだと思います。ここまでジョーカーというものを本編にあまり出さずに、ジョーカーの恐ろしさっていうものをゴッサム経由で見せるっていうね、これ面白いんですよ。ゴッサムシティ自身がジョーカーであるっていう風な見せ方をしてるから、そういういびつな見せ方でいいわけですよ。これね、良かったですね。ジョーカーというものの新たなインパクトをちゃんと拝めたんじゃないでしょうか。そして内容としても80点は必ず硬いと思います。ただアメコミというもののクロスオーバーを入れていることによって、絵柄が全然統一せず、話もなんかちょっとリズミカルではないっていうところもあるので、アメコミ初心者は面白くないと思います。ただ、ニュー52号からのバットマンを全部読んでいるのであれば、この話は非常に面白く満足できる内容だと田中は思いました。ということで、本日はこの辺で、まったねー。